はい、じゃあ YouTube どうもなぎです。さてね、またヘアスタイル解説やっていこうと思います。で、今日はこの朝日くんっていう子なんですけど、名前なんだっけ、トレジャーっていう、韓国発なのかな、これもね、韓国多いね、オーダーやっぱみんな好きなんだね。うん、なんかダンス、日本人の人と韓国人の人が、混ざってるかな、グループらしいです。はい。の、メンバーの人の朝日くんの人。はい。で、この人を、いくつかやらせていただこうかなと思います。はい。で、この時、多分最初の頃なのかな、最初の頃なのか、デビュー前なのか分かんないんですけど、この頃の髪型、そうだね、まあ、まあ、パーマだと思う。で、多分まあ、横、刈り上げ、横に関しては多分普通にまあ9ミリとかちょっと長、まあ、長めって言ってもあれだけども、6から9ミリぐらいの刈り上げで刈り上げてんじゃないかな。で、後ろはちょっと長めだと思う、うん、サイドよりも少し長め、何ミリか長めにして、で、上からかぶせてきて、本当にほとんどなじませてる、もうほぼほぼ一緒かそれぐらいかぐらいなラインだと思うよ。うん、なじませるぐらいな感じの長めに残して、で、後ろはまあつなげるところ、まあ、ギリギリつながるかつながってないかぐらいな感覚だと思うんだけども、まあ、それこそセニングとかで量を減らして多分なじませちゃってるんだと思うんだけども、うん、そんなもんだと思う、うん、でも完全にはつながってないとは思うんだよね。どうだろう、まあ、どっちでも作れる、うん、で、まあ耳3分の1ぐらい、耳3分の1ラインぐらいじゃない。で、センターパートに切って段つけて、前髪だけ長め、ちょっと前触りっぽいかな。で、作って、あとはアイロン、まあ、パーマ全体的にかけて上の方をね。で、もうセンターパートに分けてジェルとかムースとかに仕上げてんじゃないかな。うん、それぐらいだと思うよ。アイロンっていうなんか感覚ではないけどね、なんとなくこれはアイロンでもまあやろうと思えばできるんだろうけども、うん、パーマの方がこれは楽だと思う俺は。うん、パーマね、最近のヘアスタイルの人気のヘアスタイルってなんかアイロン、うん、どっちでもいいけど、うん、こういうのはなんかパーマの方が俺はいいと思う。うん、まあ好みによるけどね。うん、黒髪とかだったら俺はパーマ派、黒髪は、はい、うん、黒髪の方は生きる気がするヘアスタイル。うん、まあ、あとは質感とかの好みにはやってきますけど。で、この時、この時なんかはね、うん、ただのセンターパートじゃない、サイドパートか。まあ、センターパートでいいか。まあ、センターパートちょいずれぐらいな感覚、うん、でいいと思う。別に横を刈り上げてないじゃんこれは。うん、後ろ襟足のとこ
だけちょっと甘めに刈り上げてるかな。まあ、襟足部分ちょっと甘めに、この辺見えてないからね、ちょっと刈り上げながら、まあ上の方は残して、ちょっと前下がりだね、これも少し前下がりに切って、まあちょっと立ち上げて、まっすぐなライン、ちょっと上がりぐらい、うん、これもこれはセット、それだけでセットしながら上は上げてっていうセット、うん、しかないよ。で、全体にメッシュ入れて、上の前髪とかさ、上の部分できたと思ったら横の部分もちょっとメッシュあるからね、全体的にこうバランスを取りながらメッシュを入れてあげて、で、まあ普通にブラウンのカラーリング全体的に入れてあげればいいんだよね。うん、茶色っていうかアッシュ全体的な色味がどんだけ出るかはわかんないけど、これなんか、うん、なんかイルミネとかでは出ない色味だね。なんか逆にザ・ブラウンって感じの色だから、うん、なんかメッシュ入れて全体ブラウン色入れて、あとシャンプー台でちょっと軽くなじませるぐらいな感覚だと思う。うん、なんか一発でいけそうっちゃいけそうな感じかな。うん、そんなに難しくないよ。あとはもう耳周りとかさ、もみあげ短く切ってっていうとこだけ綺麗にしてやってあげれば別にできるヘアスタイルです。あともみあげがさ生えてないじゃん、基本的に。そのこの辺浮いてるじゃん、もみあげがプッてここ浮いてるでしょ。ってことは、例えば僕みたいにこんだけ生えてないわけよ。もみあげがもともとそんなに生えてないから、下の方が生えてたら絶対に、あるはずだろう。浮かないはずだから、生えてたら、まず。うん。だからもみあげ自体がもともとそんなに生えてない人の方がいい。全く同じにはなり、近くなりやすいと思う。うん。まあ、今のも結構ね、そういうのを目指してる子ってホルモン的にもこう綺麗にするからさ、あんまない人多いじゃん、うん、こういう感じみたいな、うん、薄い子が多いから多分できるんじゃない。で、この時このもみあげ長く残してるんで、上からどうでも切れるけどね、これも。どうでも切れるよ。どうでも切れる。これも変わんないよね、別に。どうでも切れるから。うん。これだけじゃないよ。これだけじゃないけど、どうでも切れる。別に、分けてあげて。米紙8本の雲で分けて、まあ、あまり右が切りすぎないんだよ。右が切りすぎないんだけども、なじませるぐらい、ちょっとある程度長さ残しながら耳周りはすっきりするんだけど、要は短く、ある程度は短くするんだけども、今度は短くしすぎるとこれ立ちやすいからさ、うん、ちょっとの甘めに長めに残して、もみ上げた襟足を特に長く残す。で、耳周りさっぱりする。これはもう、上等手段よ。みんな、こういう髪型する人の、もみ上げと襟足長く残して、耳周りだけはさっぱりする。耳周りも長いと、もさっとしやすいから、もみ上げ部分もさっぱりするっていうのは、まあ、こういうヘアスタイルやる人の、こう、よくあるパターンだよね。うん。で、上からかぶせてきて、前髪、ちょっと長め、目にかかるぐらいの長めの感じ。うん。な、ぐらいじゃない？前髪長め。で、ちょっと下ろす。それか前髪の部分だけ分けておいて、他全部
まあ、普通に綺麗につなげて切ってもみ上げて襟足だけ残してもみ上げすっきりして前髪だけ残して長く残して、ちょっとアイロンとかで操作してなじませるか。これは別に黒髪でもできる。うん、まあそれでもいいと思うよ。別にツーブロックにしなくても前髪だけを分けて作ったり長めに作ったり、うん、で、馴染ませるっていう。まあ、馴染ませるのは、こういう金髪とかさ、こう白っぽく抜いた方が、より馴染みやすいけどね。うん。まあ、でも黒髪でも全然いけると思う。うん。別に、もみあげとか襟足さえ残して、前髪だけ分けて、で、他の部分は他の部分センターパートで分けてあげて。で、なんで前髪残す、なんで前髪だけ分けるかっていうと、この辺の長さに比べると、前髪だけ長くて、バランスがちょっと違うじゃない。うん、なのでそういう感じを作るには、まあ、2ブロックのセンターパーで作ってもいいし、前髪だけ分けてもいいし、まあ、その辺は好みどっちが悪いとかいいとかはない、うん、その髪質によったりとか、髪色に合わせて作るのがベストではあるんじゃないかなとは思うので、まあ、その辺は、まあ、担当の美容師さんとかと相談しながら決めるのが一番いいのかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。